こんにちは、スプレアートイレのベロちゃんと梅ちゃんです。カンボジアのアンコールワットの手前から本当に少し前の町に来てます。でね、めちゃくちゃ広いね、マーケット見えね、見つけたから、ちょっと一周超早く行こう。 OK、 一周早くパッと回って気になるもんあったら、ちょっとそこいろいろ撮影していこう。 OK です。 OK、 レッツスタート。そんな感じでマーケットVamos! あ、見てこのキリン、超かわいい。キリン？あ、かわいい。かわいいね。1ドル？見るだけ。見るだけ？はい、見るだけ。買わないなら1ドル。見るだけ？見るだけ。買わないなら1ドル。見るだけ。買わないなら1ドル。はい。80ドル。おー、どんどん高くなってる。やばい。え、で、T シャツは何ドル？見るなら1ドル。はい、買うなら2ドルだけ。買うなら2ドル。住めるなら5ドル。住めるなら5ドル。タッチなら10ドル。10ドル。T シャツを買えば2ドル。バイバイ。ありがとう。I'll be here one week. Yeah, OK. カンボジア来て、一泊して、今なんだけど、なんかね、本当に人がね、めちゃくちゃ優しい。言葉全然通じないんだけど、優しさがにじみ出てる、いろんな人から。本当に優しい。てか観光客いなくね？いない。Let's go! You buy already! So? Yeah! So, I don't want anymore. You buy already! But I don't want... Where are you from? I want to know you, where are you from? めっちゃ怒ってるね。めっちゃ怒ってるよ。なんか理由が多分もういらないから返品したいって言ったら、返品したいけど、それでなんでなんでで、今説明してもらったんだけど、うん、高く買わされて返品しようとしたら、まあ、切れまくられたっていう。海外ね回ってるとね、値段安くしたいしボラれることもあるもんね。結構なんか騙されたみたいな、そういうショックがよくあると思う、ね。まあでもそういうのも含めて楽しめれたらいいね。ボラれたって、なんか騙されたって感情も結構後になると、わあボラれたねみたいな。そうだね。あとは笑い話、逆にそれ起こるからもう忘れられないっていうか、うん、そういい思い出。そううちら忘れるもんね。忘れる。オッケー、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。結局一番面白いというか、このマーケットで、ね、全部面白いけど、まあね、それは結構ね、まあまだ回ってみましょう、マーケット。オッケー、はい。